ンゼルス大谷はジャイアンツ戦に出場し、MLB 史上初となる2年連続の2桁勝利&2桁本塁打をマークした。15勝を挙げた昨季に続く2桁勝利。だが大谷は投手の勝ち星について、勝ち星は自分も打席に立ちますけど、援護がないとつかないところはある、と冷静に分析。投球内容に納得がいっていなかったようで、試合後も笑顔はなかった。10勝とか投手としての評価のメインじゃないんで。勝ち星とか気にしてるの日本人だけだよ。あちらでは防御率、奪三振、QS がメインだから。日本のメディアなんて見てもないし気にしてないだろ。5月ぐらいまでの何をしても神だ仏だと絶賛されてた時期は日本人記者に何でも絶賛するのが良い記事ではないですよと言うてたから、全く気にしてないことはないんちゃう。WBC 以降の進化がえぐいからな。アメリカって勝利数全然見ないしな。でもサイ・ヤング取るなら10勝は最低ラインちゃうか。大谷を一番過小評価してるのって大谷自身やろ。メインじゃなくても成績で見たとき分かりやすい指標だし見栄え良くなるし、ないよりはあった方が良い。ワールドシリーズ優勝時にマウンドに立たないとね。6回1失点の何があかんのですか。まあ勝ち星は下げれるからな。10勝できない投手もいるのになんでそんなこと言うの。メジャーでは投手は勝ち星、打者は打率の指標評価が低いらしいな。勝ち星での評価はもうほんまにええわ。投手個人ではコントロールできないって散々言われとるし、未だに勝ち星、打率至上主義の日本、ほんまガラパゴス。苦言を呈しているわけではなく自身の価値観を述べているだけだと思うが、メジャーじゃ全く評価されてないものを、快挙ですねって毎回聞かれるの正直うざいやろ。価値観俺の野球の邪魔をするな。野球知らんやつにとっちゃ防御率すらって感じだと思うぞ。だから勝ち星って表現が一番わかりやすいんだよ。ほんとこれ。大げさな文句を並べれば反論したくなるのが人間だからな。志が高いな。